ジュール・ロランジャン・ルイ・ランカンジュール・ロランジャン・ルイ・ランカンは、ベルギーの政治家。1931年から1932年まで首相を務めた。ブルッセルのイクセルで生まれた、ランカンは、法学の博士号を取得し、弁護士となった。1896年にカトリック党の大議員議員になり、1934年に死ぬまで議員を続けることになる。ランカンは、 党内のキリスト教民主主義の自由主義派の議員と共に派閥を結成し、いくつもの重要な社会改革法案を採択させた。1907年から1908年まで司法大臣を務め、国王レオポルド2世の私有地であった今後自由国をベルギーに帰属させるべく奔走した。反対派を説得し、1908年にはベルギー政府による今後の支配を実現させた。 ランカンは植民地大臣に就任し、10年にわたってベルギー領、今後の支配を監督した。第一次世界大戦後の1918年には郵政大臣に就任し、1919年から1920年まで内務大臣を務めた。その後10年ほどブリュッセルで弁護士として働いたが、後に政界に復帰し、1931年に首相に就任した。 カン内閣は世界恐慌による経済危機に効果的に対処できず、一年ほどで政権は崩壊した。首相在任期間中は、はじめ内務大臣、後に財務大臣を兼任した。ありがとうございます。